どうも JP です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画なんですが、今イベントで来てるプロスピパークで手に入る、イベント限定助っ人外国人登場12選手について見ていこうかなと思っております。イベント限定の覚醒選手なんですが、今回は助っ人外国人が手に入るということで、覚醒選手の助っ人外国人枠っていうのはかなり重要な選手がいるというのが毎年の傾向でありますので、能力、現段階での、覚醒選手としての能力見ていくんですが、その中でもねちょっと注目、この選手取っておきたいっていうこともお話ししていこうかなと思っております。助っ人外国人なんですが、過去の傾向で見たときに2023シリーズ1であれば、今巨人のリアタイでかなり使えるグリフィンもいたりとか、でさらに前2021シリーズ1ではリアタイの最強選手ビエイラもいたりと、イベントの報酬で無料で手に入る選手としてはかなり最強な選手がいたりとかしますので、今後通常 S ランクとか、さらにスペシャルレアリティで出た時のための限界突破用の素材として確保しておく必要があるのかなと思われます。といったわけで、本日、今回登場した助っ人外国人12選手見ていきたいと思います。でいつも選手紹介やった時に個人的評価っていうのを上げてると思うんですが、今回助っ人外国人ではちょっとそれはやらないですね。覚醒選手で言ったらちょっと能力としては通常 S ランクと比べて低かったりするの でましてや今の通常 S ランク4600に比べてスピリッツが4500とちょっと100低い数値で登場してるので、そこを入れてしまうとかなり見劣りがしてしまうとは思うんですが、今後の通常 S ランク出た時のための素材みたいな形で見ていただければかなと思っております。それでは助っ人外国人いってみましょう。1人目、阪神ゲラ、ゲラなんですが、9位74、制球72、スタミナ61と称号で、9位制球同値が可能となっております。で裏捨て中継ぎの選手なんですが、抑えも限界突破なしで、置けるというような形ですね。で球種がストレート、高速スライダー、サークルチェンジ、ツーシーム、スイーパーとなっております。いやー、これはかなり期待ができる選手なのかなと思われます。高速スラとスイーパーのこの横方向2種持ち、かなりリアタイで刺さる、この覚醒選手でも意外といけるんじゃないのかなと思ってます。今後通常 S ランク出た時のためにこのゲラはね、皆さん確保はしておいた方がいいのかなと思われます。で特能が超剛速球、安定感、伸びと伸びまでついてるので、リアタイではかなり使えるのかなと思われます。今回の助っ人外国人の中で注目度が高い選手かなと思われます。次、広島ハーン。ハーンなんですが、9位72、制球62、スタミナ62と、完全9位型の選手となっております。球種なんですがかなり素直ですね。ストレート、スライダー、チェンジアップ、上ツーシームとなっております。球速が速いストレート、ツーシームだけっていうような印象になっちゃうかなと思われますね。超奪三振、打たれ強さ、剛速球と、特能はって感じかな。純正用、広島純正組んでる方だったらここは取っておきたい、今後の期待を込めて持っておきたい選手かなと思われます。次、横浜ウィック。ウィックなんですが、9位70、制球59、スタミナ58と完全9位型の選手となっております。でウィックなんですが、ストレート、スライダー、パワーカーブ、上カットボールとなっております。横カットボールじゃなくて上カットボールですね。すでにウィック使ってる人動画上がっててちょっと見たんですが、見分けがつかないカットボールっていうような形でしたね。F なんで変化はそこまで大きくはないんですが、意外とありなのかなと思われます。特能が脱三振、打たれ強さ、荒れ球と、制球低いので荒れ球ついちゃってるのがちょっと残念なところではあるんですが、ウィックも今後の通常 S ランク登場でどんだけ強化されるのかにもよると思うんですが、持っておきたい選手その2なのかなと思われます。次、巨人ケラー。ケラーなんですが、9位74、制球64、スタミナ60と、完全9位型となっております。去年阪神で出てたような形ですね。で去年の阪神版と比べますと、抑え適性が S から F に下がってる形と、ナックルカーブがパワーカーブに、カットボールがスライダーに、でブリッドが追加となっております。球種はねかなり強くなってるのかなと思われます。で特能はちょっと順番が変わって、超剛速球、脱三振、伸びとなっております。阪神版持ってる方でこの巨人版手に入れたら、継承はありだと思うんですが、今後巨人の、通常 S ランク出ることを見越して
限界突破からの、称号用の素材として残しておくのもありなのかなと思われます。次、ヤクルトエスパーダ。エスパーダなんですが、9位72、制球65、スタミナ65と完全球威型となっております。球種ストレート、縦スラ、スプリットと下方向2種っていうような形なんですが、リアタイとしてはかなりきついのかなと思われます。特の伸び20丸、打たれ強さ対右打者となっております。ちょっとね、純正用の選手としか今のところ、使い道がなさそうかなと思われます。次、中日ディカーソン。ディカーソンはミート62、パワー74、走力62と完全パワー型の選手となっております。煙突を行って、ファーストとライトも、守備が可能となっており、特能は超初級20丸、片面打ち、ローボールヒッターと、まあ、純正オーダー組んでる方で S ランクが、最新シリーズの S ランクが足りないっていう方だったら使ってもいいのかなといった印象ですかね。次、オリックス、トーマス。トーマスは、ミート58、パワー71、走力75と完全走力型の選手となっております。煙突で外野すべて守れるといったようなところですかね。で、超フルスイング走塁満塁男と走力型の選手にはなってるんですが、全部発動すれば、パワーも上がってくれるっていうような形ですね。純正組んでる方でまだライトが出てないんで、そこに置きたいのであればっていう形じゃないでしょうかね。次、ロッテコルデロ。コルデロは、9位72、制球60、スタミナ61と完全球威型となっております。限界突破を行って抑えも可能となっており、第一球種にツーシームがついてる形ですね。で、ツーシームストレート、高速スラカットと、球種としてはリアタイ的にまあまあ使える方なのかなと思われます。で、特の超剛速球、打たれ強さ、荒れ球と、まあ、制球低いところがちょっと見えちゃうかなと思うんですが、まあ、通常 S 出てくれるのであれば、ここはね、ロッテ純正やってる方は取っておきたいところかなと思われます。次、ソフトバンクヘルナンデス。ヘルナンデスは、9位74、制球64、スタミナ61と、完全球威型となっております。球種ストレート、スライダー、スラブ、この3球種のみとなっております。リアタイはちょっときついかな。これ本当にワンポイントぐらい、ワンポイントもいけるかどうかっていう形ですね。で、特能が脱三振20丸、伸び切れとなっております。まあ、ソフトバンク純正やってて、まあ、今後通常 S ランク出た時のための、まあ、素材にしかならないのかなっていう形ですかね。今極みで作ったとしてもオーダーには入ってこないかなと思われます。次、楽天ポンセ。ポンセは9位72、制球72、スタミナ72と、デフォで全同値となっております。今年、日ハムから移籍したっていう形ですかね。で、中継ぎ適性が、日ハム版と比べますと消滅しているような形と、球種は若干、下がってるっていうような形ですかね。で、特能が援護20丸、切れ伸びと、まあ第一特能が援護がちょっときついかなと思われます。まあ、ポンセデフォで全同値乗ってますので、純正のリーグ用選手としてだったらありなのかなと思われます。次、西武ヤン。ヤンは、9位71、制球59、スタミナ59と完全球威型となっております。で、ストレート、スラーブ、チェンジアップ、カーブと、スラーブカーブの、まあ、カーブ系2種持ちとなっております。で、超剛速球、緩急伸びと、まあ、純正用の選手感がすごいかなと思われますね。ラスト、日ハムザバラ。ザバラなんですが、9位73、制球60、スタミナ64と完全球威型となっております。で、球種162キロのストレート、スラーブ、チェンジアップとなっております。この3球種だけ通しまったらなっていうような印象ですかね。で、超剛速球、奪三振、荒れ球と、まあ、ザバラもストレート162あるので、まあ、今後通常 S ランク出た時に変更が加わってくれるのであれば、素材用として持っておくのもありなのかなと思われるんですが、まあ、このまんま通常 S ランクで出た時はちょっときついのかなと思われます。といったような形で、今回、イベント限定覚醒選手の助っ人外国人12選手ご紹介してきました。今回助っ人外国人、狙っていきたいのが、1番はゲラです。個人的に A ランクの選択契約書ではゲラだけ狙っていこうかなと思ってます。で、通常の A ランクの契約書の方で出てほしいところで言ったらウィックかなと思われますね。まあ、この2選手はちょっと今後、S ランク出た時のために期待を込めて持っておきたいかなと思っております。皆さん、今回登場した助っ人外国人の中でこの選手期待してるっていうのがありましたら、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。
はい、というわけで本日は、今イベントで来てるプロスピパークの報酬で手に入る助っ人外国人ご紹介してきました。明日の動画なんですが、今回イベント限定覚醒選手の契約書の引き方、無課金美課金ユーザーとしてはかなり重要な契約書の引き方を、動画としてあげたいと思いますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。